第117次 IOC 総会の会期中には厳重な警備体制が敷かれた。写真は総会が行われていたラフルズシティコンプレックス4階で警備を行う警察官。第117次 IOC 総会は2005年7月2日から7月9日までシンガポールで行われた国際オリンピック委員会総会である。この総会では主に2012年夏季オリンピックの 開催地決定投票と、下級オリンピックの28競技の見直しに関する投票が行われた。総会は、ラッフルズシティコンプレックスの4階にある、ラッフルズシティコンベンションセンターで開かれ、開会式は7月5日にエスプラネードシアターズ、オンザベイで行われた。ラッフルズシティショッピングコンプレックスで7月10日までエキシビションが行われた。 総会に伴う一連の会議がスタート。二日間の日程で IOC 理事会が開始。理事会はトリノオリンピック、北京オリンピック、バンクーバーオリンピックの各組織委員会のメンバーを招いて大会の準備状況などの報告を受けた。また理事会は北京オリンピック組織委員会が馬術競技を香港で開催したいという要望を承認した。香港は 馬術競技の施設がすでに整備されており、北京市のコスト削減という面から、組織委員会が要望していたが、イギリスの植民地だったために、現在も中国と制度が違い、また香港は中国オリンピック委員会とは別に独自のオリンピック委員会を持っているために交渉が難航していた。総会の開会式がエスプラネードシアターズオンザベイで行われ、 シンガポールのリー・シェンドン首相が開会宣言を行った。国家であるバンダと呼ばれるランの雑種が総会の記念品となり、総会のロゴマークにも描かれている。開会式では、ワンボイス、ワンリズム、ワンワールドというテーマの下、文化プログラムが繰り広げられた。2012年夏季オリンピックの開催地を決める投票が行われた。 立候補していた5都市がそれぞれ45分間の最終プレゼンテーションを行い、IOC 委員による投票を経て、19時30分にジャックロゲ会長が2012年夏季オリンピックの開催地がロンドンに決まったことを発表した。投票の結果は以下の通り、夏季オリンピックにおける28の実施競技の見直しが行われ、IOC 委員の投票で一部競技の除外が行われた。 3年前の2002年にメキシコシティで開かれた第114次 IOC 総会でも同様の見直しが検討されたが執行部が委員の指示を得られなかったために行われていなかった。投票の前から野球、ソフトボール、近代五種、テコンドー、フェンシングは落選する可能性が高い競技に挙げられていた。IOC の規定では下級オリンピックの実施競技は28競技と 定められているため、いくつかの実施競技が除外された場合は、IOC のプログラム委員会が推薦した、ゴルフ、ラグビー、空手、ローラースケート、スカッシュの中から投票で、実施競技として、埋め合わせをすることになっている。中でも、ゴルフとラグビーには、注目が集まり、この2競技は、国際的にも人気があり、比較的少ない人数で開催できるというメリットから、 五輪競技入りが期待されていた。もともと IOC のジャック・ロゲ会長は2001年の会長就任以来、当初からこれは各競技の人気ランキングのようになるのではないかとエイソフが懸念を示していたからである。当日の朝、IOC 委員の投票の結果、野球とソフトボールがオリンピック競技から除外された。この結果は、 特に二つの競技の発祥国であるアメリカや国内で人気の高い競技である日本などから様々な異論を出す引き金となった。野球が除外された主な原因としてメジャーリーグの回帰中のためにオリンピックにはメジャーリーガーが参加できないという点、1998年長野オリンピックでアイスホッケーリーグの選手が参加を許可された時のようにはいかない部分がある。 禁止されている薬物がプロリーグで後半に使用されているという点が挙げられる。ソフトボールが除外された主な原因としては野球が男子のみの競技に対しソフトボールが女子のみの競技のために男女平等という観点からオリンピック競技としてふさわしくないと判断されたことが挙げられる。まだ野球とソフトボールは共に国際的な認知度が低くチケット収益と 会場建設のコストの採算が合わないという点も挙げられる。午後には野球とソフトボールを除外した2枠に新種目を加える投票が行われ、スカッシュと空手が半数を超えたが、オリンピック検証では新種目の採用は全員の3分の2以上の指示が必要のため、採用はされなかった。結局この日は2種目を除外したものの新しく、 追加する競技が選出されなかったため、2012年ドンドンオリンピックの実施競技は26競技に減ることになった。この日、ロゲ会長は会見を行い、シンガポールの総会開催までの努力を称え、完璧な6日間だったと感想を述べた。ギリシャのランビス・ニコラージと日本のイガヤ・チュハルイ員ンが副会長に選出された。また、 ランビス・ニコラー理事が副会長に選出されたのを受け、相田理事のポストに、シンガポールのセルミアン運営委員が選出された。ありがとうございます。